では今回内容に入っていきます今回のテーマは蒸散ということについてですまず蒸散とは何かと見ていく前にこれを見ていきたいと思います植物生きていくために根っこから水を吸っていますでこの根っこから吸った水これどこに行っているのかということについて考えてみようと思います実はこの根っこから吸った水2つのものに使われています まず一個目は何かというと植物自分の体の中で澱粉を作ることができましたその材料の一つとして水が必要なんですというわけで根っこから吸った水これを澱粉の材料にしているというのは一個ありますでもその水すごい少なくてもう一個はせっかく吸った水を葉っぱから外にどん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 出してしまっているんです ここのこととをを葉っぱから水を蒸気ににして外に出すという意味で蒸散といいううふうに言いますではこの蒸散何で起こってるんだろうそしてどこで起こってるんだろうっていうのについて今回見ていきたいと思います。では続けて蒸散ということについてもっと細かく見ていきたいと思います、は。い 産植物は根っこから吸った水を葉っぱから外に出してしまっているんですね。このこのととを産といいう,うに言います何で植物せっかく吸った水を葉っぱから出しているのかというと植物は根っこから水を吸う時に水と一緒に養分栄養も土から吸ってるんです。で もしその時に吸った水それを体の中にずっと置いとくと体の中水だらけになって新しい水が吸えないんですだからまた新しく根っこから水を吸うために体の中にある水を捨てる必要がありますこれが蒸散というのの役割なんですじゃあこの蒸散一体どういうふうにして起こっているのかというとこんな感じです植物の葉っぱこの裏面を 顕微鏡などで拡大しますと、こんなのがいっぱい多くあります。はい、これ、あの口のようになっているもので、間に隙間が空いているんですが、この場所のことを空気が通る穴といって気候というふうに言います。まあ、これね、あの植物もいろんな空気の出し入れをしているんで、その時にも使うんですが、この水を空気中に捨てる蒸散の時にも使うんですね。で、この気候。 葉っぱの裏面に特に多く存在しています。一応ね、あの葉っぱの表にも、また茎にもちょっと存在していたりします。はい、でまとめるとこんな感じです。根っこから植物吸った水は、葉っぱの裏に多くある気候。ここから水蒸気にして、周りに捨てています。このことを蒸散と言います。 では次に調査の実験を見ていきたいと思います。これかなりちょっと複雑な問題です。まずここにメスシリンダーという中に入っている水の量がわかるような入れ物を用意しました。でそこに植物を4つ挿しました。ただこの植物ちょっとずつ違っています。最初これは水の入った入れ物に植物を挿しました。そのままです。 でもこれは葉っぱの表をまあワセリンという油で塞いでから刺しましたで次これは葉っぱの裏を同じように塞いでから刺しましたでこれは見た通り葉っぱが全部ない状態葉っぱを取ってから刺しましたで実はこの4つともこのまま置いておくと水が減っていくのですが問題 水が一番多く減るのはどれですか？という問題です。と言われても、これそもそも何で水が減るのかとか、葉っぱの表塞いだり、裏塞いだりすると何が変わるのかかなり分かりにくい問題だと思います。なのでこの問題、ちょっとヒントを出していきます。まずヒント1。これですね。蒸、は、散、い、が起こると何が起こるかという話です。 植物は根っこから吸った水これを葉っぱから外に出すということをしていましたなんでわざわざ吸った水を外に出すのかというと新しい水を吸うためでしただからこれ蒸散が起こるそうするとその分新しい水を吸っていくということが起こりますだからこの問題水が多く減ると言ってますが 水が多く減るということは葉っぱからいっぱい水を出しているという意味なんですねだからこの水が多く減るのはどれか言い換えとこの葉っぱから水を捨てる蒸散が一番多く起こっているのはどれかということになります続けてもう一つちょっと見ていきますはいヒントにこの葉っぱから水を捨てる蒸散これはどこが中心で起こっているか はい、これね実は先ほどのスライド出てきました葉っぱの裏に多くある気候から起こっていましただから葉っぱの裏を塞がれたりすると水が外に出ていきにくいということは水があまり減らないといとうことになりますこの2つを踏まえて水が減る量というのを見ていきますまず、はい、そのままにしたものを これ水が一番多く減ります。何もないからですねで次に葉っぱの表とか裏を塞ぐそうすると水が表に出ていきにくくなるんですがどっちがダメージが大きいかというとこれこっちの方葉っぱの裏を塞いだ方がダメージが大きいんです。なんでかっていうとこの蒸散葉っぱの裏が中心になって起こっていました。だから 表を防がれてもそんなにダメージないんですが裏を塞がれるとすごくダメージがありますだから葉っぱを塞いだ場合表を塞がれてもそんなにダメージないけど裏の方はダメージ大きいということでこの水の減り方というとこれが2番目これが3番目となりますでもちろん葉っぱ自体がないと蒸散ほとんど起こりませんのでこいつはあんまり減らないということになります でさらにちょっと実験のコツなんですがこれ水がどれだけ減ったかを見ていくんですが水が直接ここから蒸発しちゃうとちょっと実験わかりにくいんですねだからそれを防ぐために入れ物から水が直接蒸発するのを防ぐために最初にこの試験管のここに油を入れておくそして水が直接蒸発するのを防ぐというのが定番の実験です。 では今までの内容を踏まえて練習問題に入っていきます。まあこの練習問題もかなり難しいです。はい。同じ植物の枝を4つ集めでそれをメモリがついた入れ物メスシリンダーに立てました。ただその時に、えー、と A、B、C、D と用意しましたがちょっと1個ずつ違ったことをしています。まず葉っぱの裏にワセリンを塗ったものを用意しました。つまりこれ A は葉っぱの裏が塞がれている状態です。で次に葉っぱの表にワセリンを塗ったものを B としています。もちろんこれ表にワセリン塗られているんで葉っぱの表が使えない状態。で次に何も手を加えないものを C としています。そしてえと葉っぱを全部取ったものを D としている。でこれをメスシリンダーに刺しました。で水面にえとここの表面ですね。ここに 全部油を垂らして光が当たる場所にしばらく置いて水がどれぐらい減ったかを見たという実験です。じゃあ問題入っていきます。はい、カッ一番でここで水面に油を垂らしました。メスシリンダーの水面に油を垂らした理由を答えなさいという問題です。これねあのメスシリンダー入れ物から水がどれぐらい減ったかというのを見ていく実験なんですが。 ここから直接水が外に逃げていっちゃうと減り具合が分かりにくいんですなのでそれがないように油を垂らしていますはい正解は水が直接蒸発するのを防ぐためのをという回答です はいね、この水の減り具合を見るんでこの植物が吸って水が減った分だけを見たいだから直接ここから空気中に逃げちゃうものは考えたくないんですね、はい、というわけで1番こうでした続けて番番に入っていきます2番、えー、葉っぱがある枝 ABC と葉っぱがない枝 D で水が水蒸気になって出ていく量 これが少ないのはどっちという問題でしたこの水が水蒸気になって出ていくこの現象のことを蒸散と言いましてこれ葉っぱの裏側から中心に起こっていましただから当然これ葉っぱの裏側があれば水がいっぱい出ていくということになりますがこれは D だけ葉っぱがないので蒸散の量が少ないということになります正解はこれ葉っぱがない枝 ということになりますでは最後の問題ですはいこの実験これを行っていくと全部のメスシリンダーから水が減っていくのですが3番 A から D を減った水の量が多い順に並べてくださいと言いましたそもそもなんで水が減るのかというとこれ葉っぱから 水蒸気になって水が捨てられる。でその分新しく根っこから吸うからでした。だからこれ水がどれぐらい減ったかというのは葉っぱから水がどれぐらい外に捨てられたかという蒸散の量によって決まりました。だからこれ言い換えと葉っぱの蒸散が多いものから順に並べろという問題になります。もう一番多いのは文句なく何もしていない C です。 で次に A と B 気になるんですがこの蒸散というのは葉っぱの裏から中心に起こっていましただから葉っぱの裏を塞がれるとあまり起こらない表を防がれるとまあダメージはあるけど少なかったんですねだからこれ A と B では裏が無事な B の方がいっぱい蒸散が起こっているだから水がいっぱい減っていきますはいそしてもう最後ね 葉っぱも何も残ってない D もちろんこれ蒸散が一番起こりにくいつまり水が減りにくいに決まっています正解は C B A D の順でしたでは今回のまとめに入っていきます今回のテーマは蒸散でした 植物は生きていくために根っこからどん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 水を吸っていきますがその水ほとんど葉っぱから外に出していますこのことを蒸散というふうに言いましたで、この蒸散どこで起こっているかというと葉っぱの裏に多い気候で起こっていましただからまとめるとこんな感じです植物の根っこから吸った水これは葉っぱの裏に多くある気候から 外に蒸散させて捨てて捨いるということはこの葉っぱの裏を塞ぐと蒸散が起きにくくなるんだよ。これが今回の蒸散のまとめでした。では次回の授業内容の予告に入っていきます。次回のの内容は茎の作りです、まあ、植物ね あの根っこ茎葉っぱこの三つが植物の中心だと言われていますがその中でかなり地味な部分この茎について見ていきたいと思いますこの茎は一体何をしているのかそしてこの茎をスパッと切ってみるとどんな風になっているのかこの二つを見ていきたいと思います